ールのシーフ、ホークアイだ。ローラントのリースと申します。よろしくお願いします。俺はフォルセナの戦士デュランだ。光あるところに影がある。闇の世界に生きる彼ら、ナバール盗賊団。よし、俺が行くぜ。金は、みんな、わしの。ちょろいもんだぜ。牛の金！チッ、起きちまいやがったか。ま、せっかくだからいいこと教えといてやるよ。悪戦身につかずってね。あんた、ずいぶんと悪どい儲け方してたそうじゃないか。でも安心しな。これで金を巻き上げられる人たちの苦しみがちっとは身に染みただろ。これからはあんまり悪どい商売はするんじゃないぜ。そんなこと泥棒に言われたかんないや。ま、そう固いこと言いなさんなって。じゃな、額に汗して地道に働けよ。砂漠の嵐、人々はナバール盗賊団をそう呼んだ。彼らは狩猟フレイムカーンのもと、人里離れた砂漠の中の要塞を根城にしていた。ただいま戻りました。ご苦労。お前たちがいない間にすでに皆には伝えたが、我がナバール盗賊団は本日をもって解散し、新しくフレイムカーン王の統治するナバール王国建国を目指す。いつまでもこんな辺境な荒れた土地でくすぶっている場合ではない。世界規模でのマナの変動の影響で、我々の生命線であるオアシスの湧き水が枯れ始めている。砂漠を捨て、新天地にナバール王国を築くのだ。
まず北の山岳地帯、風の王国ローラントを占領する。これから作戦会議を開く。お前たちは休んでいろ。クレイムカーン様は一体どうなされたのだろう。以前のフレイムカーン様は盗賊であることを誇りにしていた。それなのにこんなに簡単に盗賊団をやめるだなんて。それにあのイザベラを命の恩人というだけで自分の右腕として盗賊団の実権を握らせている。一体どうしちまったんだ。パパはきっとみんなのことを考えてそう決めたのだと思うの。井戸の水が枯れてしまったらここで生きていくことは難しい。だからあれだけ嫌っていたはずの王様になるってか。フレイムカーンの名が泣くぜ。俺たちは貧しい民から平気で金を巻き上げるような王政を許さなかったはずだ。パパのことを悪く言うのはやめて。おいおい、まさかジェシカまでお姫様に憧れちゃってるんじゃないだろうな。
クアイ、ローランと信仰の件、お前も聞いただろう。最近どうも親父の様子が変だと思わないか。だろ、やっぱ俺たちはガキの頃から兄弟のように一緒に育ってきただけに、考えることも同じだな。様子がおかしくなったのは、先月親父が砂漠で行方不明になっただろう。あの時にイザベラと出会って助けられ、一緒に戻ってきてからのような気がする。俺はどうもあのイザベラが怪しいと思っている。もう我慢できん、今日こそあいつの化けの皮を剥がしてやる。イーグルのやつ、一人で先走りやがって、嫌な予感がする。イーグルを追いかけよう。見ろ、俺は向こう側に回り込む。分かった、お星様にお告を。そこまでだ。とうとう尻尾をつかんだぜ。そいつは一体何者なんだ。親父に何をした。邪魔が入ったようだ。あとは任せるぞ。坊やたち、世の中には知らない方がいいことだってたくさんあるのよ。秘密を知られてしまった以上、フレイムカーンのように忘れてもらうしかないわね。くそ、親父を元に戻せ。お前なんか追い出してやる。バカな子だね。苦しい。イーグル、どうしたんだ。ホークアイ、早く行け。ホークアイを倒せ。ホークアイを殺せ。イーグル、しっかりしろ。やめるんだ。もう聞こえやしないよ。さあどうする。やらないとやられちゃうよ。やめろイグ、お前とは戦いたくない。you
ホークアイ、ありがとう。峰内くん、小賢しい真似を。でもくれ！イーグル、しっかりするんだ！貴様、よくもイーグルを！お遊びはここまでよ。誰かおらぬか！人殺しだ！どうしたんですか！貴様ホークアイ、よくもイーグル様をおとなしくしろ！違う、俺じゃないんだ！くそ、出しやがれ！仲間殺しの罪は重い。いずれ日を改めてお前の処刑を行う。それまでそこで反省するがいい。おとなしくしてるのよ、坊や。本当のことを話すと、ジェシカの命はないよ。貴様、ジェシカに何をした？ちょっとした呪いのアイテムをプレゼントしただけよ。あんたさえおとなしくしてれば何も起こらないわ。くそ、出せ！ちくしょう、誰かいないのか！ジェシカ、イーグル兄さんか。ホークアイ、あなたが兄さんを殺したなんて嘘よね。あんなに仲が良かったのに、あなたがそんなことするはずがない。教えて、一体誰が兄さんを。それは本当のことを話すと、ジェシカの命はないよ。どうしたの、ホークアイ、一体誰が。なんで黙ってるのよ。なんとか言って。もしかして嘘。そんなの嘘よ。ホークアイが兄さんをだなんて。ジェシカ、オイラは兄貴じゃないって信じてますから。ささ、こんなところに長居は無用。とっととずらかりましょう。このアニャから表に出られますよ。おのれ、イザベラだが、今ナバールから脱出しなければ。さんにかけられた呪いのアイテム、あれは伝説の死の首輪ですにゃ。伝説では身につけると二度と外すことができにゃ、ゆえに呪いをかけたイザベラが死ぬと一緒に死んでしまうにゃ。
聖都ウェンデルにいる光の司祭様ならニャニカいい知恵があるかもしれニャイ。兄貴、後のことはオイラに任せて旅立った方がいいニャ。わかったよニキータ、ありがとう。ジェシカを頼んだぞ。兄貴、お気をつけて。ジェシカさんのことはオイラにお任せくにゃさい。脱走だ、ホークアイが脱走したぞ。ジェシカは俺が必ず助けてみせる。だが今はあえて旅立たねばならん。友の仇を討つため、そしてジェシカを守るため、俺は必ずここに戻ってくる。ジェシカ、それまでどうか無事でいてくれ。友を失い、ジェシカにかけられた呪いを解くため、ホークアイは聖都ウェンデルに向け旅立った。Thank you.
ャードの町は我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行けやしねえ。獣人が町を占領か。やれやれ、一難去ってまた一難だ。鍵開けなら得意なんだが、見張りがいるのは厄介だな。